こんにちは、はじめまして。私の名前は千光内と申します。今23歳です。私は島根から来ました。今ヤンゴンの寮で友達と一緒に住んでいます。私の家族は父にいます。両親と兄弟が5人います。私の趣味はサッカーをすることです。私の日本語のレベルは4級を合格して3級を続けて勉強しています。私の仕事の経験は十数の売店で1年間ぐらい働きました。私の長所は記憶力があることです。私の短所は時々考えすぎることです。私の目的は日本で働いてお金を貯金して家族に授けたいです。日本から帰ってきたら自分の会社を持ちたいです。どうぞよろしくお願いします。